電子グローカルニュースのお時間がやってまいりました。この番組では伊勢新聞社協力のもと三重県内外の情報を世界に届ける、まさに電子の言葉通り7つの海を越えて世界を情報に発信する地域情報番組です。ここでは私が独自でピックアップした今あなたに届けたいニュースをお届けします。それでは今日のトピックスです。本日は3月12日から18日までの伊勢新聞紙面からお届けいたします。熊野に新種の桜、トラックに走る松阪牛、三重大ユネスコスクール研修会、後期高齢者医療36道府県で保険料上昇、三重ブランドに新たに2品、おやつタウンライカ開業、 MVP 二軒茶屋餅角屋本店社長鈴木成弘さん、以上の7つのニュースをお届けします。それでは最初のニュース、3月14日一面の記事です。熊野の桜が100年ぶりに新種と認定されました。紀伊半島南部に群生している桜が国内の野生種として約100年ぶりの新種と判明したと森林総合研究所が13日明らかにしました。熊野市、奈良県十津川村、和歌山県田辺市など熊野川流域を中心に南北約90キロ、東西約60キロの範囲で確認されています。三重県や和歌山県にまたがる熊野地方にちなみ、熊野桜と命名されたこの桜は、鮮やかなピンク色の美しい花が特徴とのことです。森林総研によりますと、ソメイヨシノのように人工交配などで生まれた栽培品種は多くありますが、国内に分布する野生種は9種しか確認されておらず、1915年の大島桜以来新種とのことです。変わった桜があると聞き、2016年春から和歌山県古座町などで新県林業試験場と共同で本格調査したところ、既存種の突然変異などではなく新種と結論付けられました。開花時期が3月上旬から下旬と早く、葉が細長くて小さいといった固有の特徴があるとのことです。私はですね、今熊野市にやってきました。やっと見つけました。100年ぶりに発見された新種の熊野桜、見頃はですね、来週の中ぐらいだというふうに聞いております。熊野市の観光の方からですね、お話を聞きまして、ここ熊野市の高山資料館の近くにあるここの木が新種の熊野桜だというふうにお話をお聞きいたしました。町の方にもですね、お話を聞きまして、これが熊野桜だよというふうにおっしゃっていただいてですね、とても親切にしていただきました。どうですか、見るとですね、普通のソメイヨシノの木と違って、下から上に向かってビュッとこう伸びるような、そんなあの桜かなというふうに思います。なんとなくこう一本の幹がまっすぐしっかりしていて、そこから上に向かって枝が広がっていく、そんな桜、すごく家の近くではね、やっぱり見たことがなくて珍しいなというふうに思いました。ここが満開になるとですね、鮮やかなピンク色になってここを染め上げるのではないかなというふうに思います。例えば熊野市であったり和歌山県奈良県の一部にでもですね、熊野桜は自生していまして、そこでいろいろとですね、この桜の木の下で、楽しい食事、花見、できたら面白いよなっていうふうに、素晴らしいなっていうふうに、感じました。例えばここでこう食事をするときに、電子亭が、提供させていただいている桜御膳を一緒にこう食べながら、みんなで楽しく花見をする、そんな光景もいいかなというふうに思います。以上、熊野市からお届けしました。続きまして、3月15日八面から、トラックに走る松阪牛のニュースです。
三重県松阪市は14日、市を PR するためトラックの車体全体に描くデザインの優秀賞3点を決定しました。全国を走るトラックを使って市の認知度を上げようと公募したもので、優秀賞のデザインを書いてもらうよう運送会社と調整しているとのことです。県内外から29点の応募があり、県トラック協会松阪支部や市観光協会、市の選考委員4人が審査に当たりました。優秀賞は愛知県長久手市在住の愛知県立芸術大学2年の萩福太郎さん、明和町在住の松阪工業高校2年の奥山うららさん、東京都大田区の会社員高橋和美さんの3名で、副賞は松阪肉など特産品の詰め合わせとのことです。走る牛をデザインした萩さんは、高速道路で横から牛が走ってきたら面白いと思ったとコメントしております。選考委員はインパクトがあると公表しているとのことです。このね、ブランド力を向上させるといった意味合いでこういった取り組みを行うのはすごく個人的に大好きですね。最近は例えば栄の街中とかをこう、歩いてますと、街中をこうラッピングカーが走ることっていうのが多くなったなというふうに思います。今回のこのデザイン、見ますとですね、この松阪牛のこの走っている躍動感がですね、出ててすごくいいなというふうに思います。ただですね、やっぱりこういう宣伝カーっていうのは気をつけないといけないなと思うのは、やっぱりこのトラック自体が宣伝媒体になるっていうわけなので、制限速度を超えたりとか、乱暴な運転をしていると、今回のトラックは暴れ牛っていうふうに呼ばれることになりますんで、揶揄される危険性がありますから、ちょっと気をつけないといけないなと。三重ブランドをこうやっぱり背負っているっていう自負を持ってですね、このトラックがこうラッピングされたこのトラックを運転する方は、走らせていただきたいなというふうに思います。単純にですね、これ私のこれ個人的な意見なんですけれども、今回のデザインですね、背景でこれおそらく松阪市がテクスチャーでこうあるんですけれども、なんとなくこう走っている躍動感をですね、もっと出したら面白いんじゃないかなというふうに思うんです。というのは、素早く松阪牛を届けますっていうような、この鮮度をアピールするようなイメージで、例えばこう漫画のこうあるですか、この横線がピューってこう走ってる、ああいう漫画の効果線をこう入れるような感じにすると、もう本当にこう松阪牛走ってますっていう感じになるんじゃないかなっていうふうに、思いました。あとですね、これ、それぞれの地方あるあるなんですけれども、それぞれの市っていうのは自分たちが当然のように、例えば今回松阪市ですけども、三重県の松阪市だっていうふうにもう当然のように思っているところがありまして、これは他の、県外の方々って知らないことってやっぱり多いことがあってですね、松阪市っていうのを見たとしても、それが三重県なんだっていうふうに連想する方っていうのが場合によっては、少ないことがあったりして、こういった松阪からこう走ってきましたっていうようなフレーズはすごく面白いんですけども、そこにこう三重県っていう部分がちゃんと入っているといいなっていうふうには思っております。特にこの三重県っていう場所、場所がどこにあるかわからない都道府県の上位を占めた場所ですので、きちんとその三重県だよ、三重県の松阪の松阪牛なんだよっていうところをアピールできるような場になってもいいのかなっていうふうに思ったのがこう個人的な思いです。ぜひですね、高速道路走っている時にこの、暴れ牛じゃなくて、制限速度を守った、牛さんに会いたいなっていうふうに思いました。続きまして、3月18日15面から三重大ユネスコスクール研修会の記事です。三重大ユネスコスクール委員会が主催する地球温暖化など地球規模の課題に身近な取り組みから解決を目指す三重大ユネスコスクール研修会2017が17日、三重県津市の三重大学であり、
県内の教育機関がユネスコスクールとしての活動を発表しました。ユネスコスクールは国連教育科学文化機関ユネスコの理念を学校現場で実践するため発足したもので、文部科学省と日本ユネスコ国内委員会が ESD 持続可能な開発のための教育の推進拠点に位置づけているものです。県内では三重大など21校の小中高大学が登録されています。この日は県内ユネスコスクールの学生、生徒や教員らが参加し、登録されている県内12校団体が活動を報告、山での間伐体験や水質調査などの取り組みを発表しました。取材としまして、三重大学人文学部地域イノベーション学研究科教授であり、地域エコシステム研究センター長であるパク・ケイシュク教授にお話を伺ってきました。今現在は21のユネスコスクールが小学校、中学校、高校、大学にありまして、毎年発表をするたびに数もさることながら質的に地域の特色をよく生かして自分たちができることを工夫して、もう世界にもう誇れるようなそういう活動にどんどんなっているなという感じがしますね。で、三重という地域で行われているものがもうほぼリアルタイムで世界につながる時代じゃないですか。だから私たちが行っているものに自信を持って発信することによって、多くの友達が、多くの仲間が増えると確信をしておるんですね。人権を守り、平和を、維持していって、それから文化を守って、でそれから、まあ、世界を一つになっていくような、今環境問題もそうですし、あらゆるところに、知恵を絞って手と手をつなげてやっていけば解決できない問題はないと思うんですね。続きまして、3月18日一面の記事、後期高齢者医療36道府県で保険料上昇のニュースです。75歳以上が加入する後期高齢者医療制度で2年ぶりに見直される4月からの保険料の1人当たり平均額が36道府県で現在より上がる見通しであることが17日、共同通信の集計で分かりました。最高では年間5000円近く上昇する見込みとのことです。比較的所得の低い人や74歳まで会社や公務員の扶養家族だった特例的な軽減措置が廃止、縮小されることが要因で、現在と比べ1人当たり平均保険料額が下がるのは三重県など11都府県にとどまるとのことです。このですね、後期高齢者医療制度、すごくこう懐かしいなというふうに思うんですけど、懐かしいというふうに思うのが、立ち上がった平成20年4月のことをちょっと思い出してたんです。その当時の厚生労働大臣は舛添要一さんでした。制度が始まったのが平成20年の4月1日からなんですけれども、そこからですね、新聞各紙をパッとこう取り上げまして、で、例えばその当時には姥捨て山制度だと、今までの、保険制度じゃなくて自分たちはもう切り分けられてもう死んでいくだけだっていう風な、批判をですね、多くのマスコミがしまして、で野党議員なども、そういった部分での反論というものがありましたね。で、4月の1日に制度が始まったその翌日の2日にですね、舛添当時、厚生労働大臣が、名前を後期高齢者医療ではなく長寿医療制度にしましょうっていうような、話を持ち出したのが翌日のことでした。法律のこう名称を変更するではなくて、通知上そういった文言にこう変更するっていったような、内部通達的な要素ではあったんですけれども、そういったような話で、文言を変えようと。で、先ほどニュースにありました保険料が上がったよ、でその原因は被扶養者の軽減措置が、廃止縮小されたよっていうことが保険料が上がった一因だというふうに書かれていましたけれども、当時ですね、被用者保険のその軽減措置っていうのはあった
ったんです。もともと想定されていたんですけども、もっとあの軽減額というのが少なかったんですが、こうした批判を受けて、追加で、軽減措置がさらにこうプラスされてですね、当初想定しているものよりも、保険料がもっとこう安い状態で一番最初運営されていたということが、ありました。で、こういったあの経過措置っていうのはあくまで経過措置なので、制度から制度に切り替わるときにいきなりドッカーンとこう変えてしまったら、批判も多かったりですとか、その制度のギャップっていう部分で、困ってしまう人が多いっていう観点から、段階的に慣らしていきましょうっていうようなものが経過措置っていうふうに言われているものです。今回の被用者保険ももともと私が認識している限りでは、6年ないし8年程度のところで、この経過措置っていうものが縮小されていくっていう発想感だったので、まさしく今回の、被用者、保険の軽減っていう部分についてはこの、経過的措置が終わってやっとこう本格的な導入に至った、そういったあの時期に来たのではないかなというふうに思います。当時ですね、この、もう言ってしまえば混迷を極めたというふうに言ってもいいぐらいで、朝のワイドショーであったりとかニュース番組では連日のように、ここがおかしい後期高齢者医療制度といったようなタイトルで、いろいろと、その運営団体であったりとか、あとはその制度について厚生労働省に対してというような批判が多くありました。あの運営をしているのはですね、それぞれ広域連合というふうに言われるところで、後期高齢者医療制度広域連合なんですが、これはあの各都道府県1個ずつ、設置されていてですね、あの天下りの職員がいるよではなくて、それぞれの市町村の、公務員働いている人たちがそれぞれ派遣ですとか出向して、組織されているところで、やってます。なのであの県下一律の保険料率でやっているものですから、基本的にはその県であれば保険料っていうのは同じ、保険料率が同じで、保険料は率に従ってそれぞれ所得に応じて保険料が付加されてきますのでバラバラしているんですけども、平均の保険料っていうのは平均の所得どれぐらいの人かっていうものを算出して、そこから、算出するものを1人当たり平均保険料額っていうふうに言ってます。ただあのこの県下一律の保険料率っていうふうに言いましたけれども、あの例外がいくつかありまして、それがあの離島であったりとか僻地っていうふうに言われるようなところ、あの医療にかかるその何でしょう率が少ないようなあの場所っていうのは保険料率っていうのが安く設定できるような特例っていうものもありまして、いくつかのあの市町村ではそういったあの違った保険料率で運営されているっていうところもあるようですね。で、今回この保険料率っていう部分についてもう少し言いますと、どういうふうに算出してるのかって言ったらですね、まずあの今後の2年で必要な医療費、保険の給付額として必要な給付額がいくらなのかっていうものを算出する。でその上で、その時にいるであろう人がどれぐらいいて、でその人のそれぞれの所得がいくらなのかっていうものを全部積み上げて計算して合計でいくらっていうものを出す。でそこからあの、税金の割合っていうのが決まってますので、給付費を、保険料と、税金で割る、その結果出てくるのが保険料率っていうふうに、算出されています。でここでですね、あの行政のテクニック的な部分というものが毎回あの発生するんですけども、例えばこの医療給付費って今後2年使う医療費をどう計算するかなんですね。なので統計の作り方一つであったり基準とする時点をいつにするのかっていうようなところで、例えば、コンマ何パーセントのところであっても何億円っていうのがすぐ変わっちゃうような、そんな、桁の大きい世界なんですけれども、そういった部分と、あとは所得も、いつ頃からの所得を元にして計算している
だから所得が伸びてくっていうふうに考えられるとか、あとは貯金から、取っているので今後所得は減るだろうっていうふうな取り方 もういかようにでもできるって言ったら表現悪いんですが、作り出すことは可能だっていうふうには聞いております。で、ここで何が言いたいかというふうに言いますと、この必要な保険料額っていう部分はやっぱりその、前回と比べていくら上がったかっていうのは今回出ているニュースの通りすごくこうフィーチャーされやすい問題なので、数字を作る行政側もそういった部分を非常に気にするように思います。なので本来的なバッチバチにこう数字を計算していったらもしかしたらこう1万何本に上がってしまうかもしれないっていうものを、そういった行政テクニックを使って何千に抑えていたり、あとは保険料を下げるような公益連合もあったりっていう風なテクニックも多分に入った結果が今回の内容になっていると思います。やはり保険料を上げるっていうことになると、多くのその議員の方々からなんで上がるんだ、生活大変になるだろうっていうふうな、議会でのその、確認というものが多く質問が出てくるようになりますので、できればやっぱりその行政する側も保険料はなるべく一定でいきたい、なるべく下げていきたいっていうふうな思いはあると思うんですが、やむなく上げざるを得ないっていう部分があろうかなっていうふうに思います。それは、いろいろとこう計算した後、頑張って見て、県からのお金も少しこう入れたりとか、市町村からもお金を入れたりっていうようなテクニックを行った後、これだけの保険料になったよっていうような部分なので、いろいろとこう思うところ、多くはあるとは思うんですけれども、こういったふうに、保険料は決められているなっていうふうに、調べたところでこう分かっているところです。個人的にはですね、平成20年の時の、後期高齢者医療制度の興奮は今どこへ行ってしまったのかというのが非常に不思議だなというふうに思うところです。喉元すぎればというふうには言いますけれども、ただ毎月発生する、ね、保険料だったりするので、あの時の熱気はどこへ行ったのか。例えば、当時自民党政権からその民主党政権に移ったっていうもののきっかけの一個にもなっていたような感覚すらあるんですけれども、今そういった話っていうのは全部すっ飛んじゃいましたね。ニュースって言ったらそういうものかなっていうふうには思うのですが、ただ、立ち上がったのは平成20年、その時にはすごくあれだけ混乱した制度、今こういったニュースとして上がっていますよっていう部分を思い出しながらですね、新聞を見てみたりするとなかなか面白いものもあるのではないかなっていうふうな思いから、今回このニュースをご紹介させていただきました。続きまして、3月15日2面三重ブランドに新たに2品が認定されたニュースです。三重県は14日県漁業協同組合連合会の青さ海苔と四日市市羽津山町和樹の四日市萬古焼大黒ご飯鍋を新たに三重ブランドに認定、今後専用のホームページや冊子に掲載していく予定で、青さ海苔は漁場ごとに異なる色や香り、大黒ご飯鍋は高い耐熱性能や使いやすさが評価されたとのことです。県庁で鈴木英敬知事が2事業者の代表に認定証を手渡され、青さ海苔は満を持しての認定で喜ばしく思う、大黒ご飯鍋は米の良さを見直してもらう素晴らしい商品と話し、県漁連の湯浅正人代表理事会長は、伊勢志摩サミットを機に知名度が向上した、青さ海苔を全国的に普及させたいと述べました。和樹の藤井社長は四日市萬古焼の始祖である今見老山の生誕300年の年に認定いただき大変嬉しい、真心を込めて生産すると語りました。三重ブランドっていうふうに言いますと、だいぶ浸透されてきた言葉かなというふうに思うのですが、
平成14年から、県のイメージ向上につながる県産品とその事業者を認定するっていうもので、今回の新たに加わった2品を加えますと現在三重ブランドは計18品目で40事業者になったとのことです。他に具体的にはですね、真珠ですとか、あとは松阪牛、伊勢海老まとやかき、伊勢茶、四日市萬古焼、伊賀焼、熊野地鶏、まあ、他にもなどが選ばれているところです。これですね、食料品が多いなっていうふうに思いました。取りまとめをしているのがおそらくというか、取りまとめをしているのが三重県農林水産部フードイノベーション課が取りまとめをしているので、おそらく、食料品とか食品関係が多くなっているのかなというふうに思います。ただ他にはヒノキとかもありまして、単純食品だけにとどまらないものも選択はされてはいるんですけれども、多くの名産品ってまだ三重県にたくさんあるかなというふうに思いますので、食品にとどまらずにですね、横断的な採択をいただいて、三重県の魅力を発信するきっかけ一個になってもらえたらいいなというふうに思います。また青さのりについて言いますと、青さのりに含まれている成分ラムナンがですね、近年こう美容に効果があるよっていうことで、今後注目されてくるワードの一つになるんじゃないかなというふうに思っております。いろいろとこう単純に青さのりだけで言えば食べ方どうするんだっていうような話にはなると思うんですけども、その成分に着目して、その成分がこういった部分の効果があるんですよっていうものも一つ三重ブランドが得ている大きな価値ではないかなというふうに思いますので、こういったいろいろな側面から、三重ブランドというものの価値を作り出して、で多くの方々に価値を広めて、ね、結果的にこの三重県の魅力というものが、外にこう広がっていくと良いなというふうに感じた次第です。続きまして、3月16日15面のニュース、おやつタウン来年夏に開業です。三重県津市にあるベビースターラーメンなどスナック菓子メーカーおやつカンパニーの松田義明会長は15日、創業70周年を記念して工場一体型のテーマパークおやつタウンを来年夏津市森町で開業することを発表しました。70年間親子3代にわたって支えてくれたベビースターのファンに感謝の気持ちを示す場所を作る、来場者にはたっぷり楽しい夢と幸せを提供したいと語りました。おやつタウンは同社被災工場の向かいに約25億円をかけて建設、鉄骨造り2階建て延べ床面積約4000平方メートルのテーマパークで、最先端の映像技術を使った国内最大級のアスレチックやオリジナルのベビースターラーメンが作れる体験コーナーを設置する予定で、今年5月から着工準備に入るとのことです。運営は松田会長が平成27年に設立した新会社おやつタウンが担い、東京ディズニーランドやユニバーサルスタジオジャパンなど国内のテーマパークのマーケティング経験者が立ち上げたメンバーとして関わるとのことです。津市内で記者会見をした松田会長は、構想は20年以上あったが、おやつカンパニーの社長をやりながらは難しかった、会長になってテーマパークに集中できるようになったので建設を決めたと強調、大成功させるつもりなので期待してほしいと述べました。三重県にはこうテーマパークってこう多くあるなというふうに思いますね。まず長島スパーランドがあって、まあ、ジャズドリーム長島ありますね。あと鈴鹿サーキットがあって、あと伊勢桃山文化村もあります。こうした中でですね、食を中心にしたテーマパークができるというのはいいことだなというふうに思います。創業から70周年ということで、この3世代にわたって愛されてきたベビースターラーメン、小さい頃私にとってみてもこうおやつとしてこう食べてきましたので、ソウルフードのようなものですし、あとはなんとなくですね、今でもあまり掃除をされていない実家に帰ると、こたつの足のところにベビースターが挟まっているんじゃないかなぐらいの思いになるほどソウルフード感を、感じていますけれども、こういった
ソウルフードのベビースターラーメン、オリジナルの配合ができて、で家族でも楽しめるっていうのはすごくいいことだなっていうふうに思います。最近やっぱりその単純に美味しいものを食べようだけではなくって、そういったその食べることで、多くの知識部分を、知りながら、自分自身その知識を向上させていきましょうっていうような食育っていうような発想も出てきたところかと思うんですけれども、その中でやっぱりその一つ食べるものについて、一緒に考えて、でこういうふうにした方が良いのではないかとか、こういう方がもっと美味しいであったりとか、いろいろなコミュニケーションが生まれるような場になるっていうのもすごく食べ物が持っている一個のパワーだと思いますので、それが今回のおやつタウンのところで、表現されてくるとすごく素晴らしい取り組みになるんじゃないかなというふうに思いました。料金も手頃になっているということだそうですので、完成した折にはですね、ぜひ、伺いたいなというふうに思った次第です。それでは最後のニュース、3月13日の MVP 見えずバリアブルパーソンから二軒茶屋餅角屋本店社長鈴木成弘さんのご紹介です。鈴木成弘さんは400年続く老舗餅菓子店の21代目にあたり、東北大学農学部卒業後、二軒茶屋餅角屋本店を経営し、これまで日本商工会議所青年部副会長、伊勢商工会議所青年部会長などを務められ、現在は三重大学地域イノベーション学研究科の博士課程後期を経て博士を授与された方です。大学時代に、専攻した微生物研究の経験を生かし、地ビール工房伊勢角屋ビールを立ち上げ、試行錯誤を重ね、創業20年の節目となった昨年、世界三大ビールコンテストの一つとされるインターナショナルブルーイングアワードで念願だった最高賞の金賞を受賞されました。今年は新工場を立ち上げ、国内外の需要に応えていくとのことです。各地で行われている地ビールってありますけども、その中からさらにクオリティを高めて、でインターナショナルブルーイングアワード金賞を取られるまでにはですね、おそらくさまざまなご苦労があったのではないかなというふうに推察します。新たな三重県の価値っていうものを作ってこられたわけですので、やっぱり三重県の価値を発信している情報ステーションとしてもすごく意義深い、方ではないかなという、地ビールではないかなというふうに思いました。ちなみにですね、電子亭の料理部門カグラでは同じように、地ビール伊藤ビールを、展開させていただいております。フルーティーな口当たりが若い人をはじめ多くの方に支持されておりまして、私は正直あんまりビール得意じゃない方なんですけれども、伊藤ビールすごく飲み口柔らかくてですね、すごくフルーティー なホップスの香りって言えばいいんですよね。私あんまりそのビールの言葉が少ないので恐縮ですけれども、すごく飲みやすい、一般的なビールとはまた違ったお酒として楽しめるような、例えば料理も洋食とかでも合いやすいなというようなイメージを感じる、そんな伊藤ビールを展開しておりますね。電子店にお越しいただいた時には、ぜひ、伊藤ビールをご堪能いただきたく思いますし、それぞれの都市それぞれ、今回のその伊勢の、この伊勢角屋ビールであったり、それぞれにご当地の地ビールがありますので、その訪れた先でそれぞれの、味、風景、を楽しみながら多くの観光で巡っていただけたらいいなというふうに思います。いかがでしたでしょうか。7つの国を越えて情報を世界に伝える地域情報番組電子グローカルニュース、三重県内外の情報をこれからも皆様に届けていきますので、次回もどうぞご覧ください。